ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。ただいま。お家古くなっちゃったね。山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。どんなワンちゃん飼ってらっしゃるんですか？フレンチブルドッグです。いざという時のことって考えます？この間ちょうど3月11日でテレビでも言ってたのもあるし、あとインスタとかで結構犬の防災袋を作りましょうとか、そういう投稿もたくさん見たので、ちょっとずつ揃えていきたいなと思っています。でこのペットセーバーっていうのはイギリスが発祥になります。もともとはお医者さんとか弁護士さん、イギリスの方のが、キツネ狩りに行くのに自分の犬とかを連れて行って、山の中でその自分の犬が怪我をした、その時の応急処置ということが発祥になっています。その後アメリカの方に渡って、ペットテック社っていう大きい団体があるんですけれども、後で出ますけれども、そこでペットセーバープログラムっていうのができまして、でその後、私の先生である三人神谷っていう人がいるんですけど、その先生が日本に持ち帰ったっていうことになります。ミサさん、今日はずらりとワンちゃんが横たわってるんですが、これは一体どういう状態なんでしょうか？これはですね、今日はペットの犬と猫なんですけどの救命救急の講習会をします。後で皆さんに実践やってもらったりするので、用意させてもらってます。見本のぬいぐるみのワンちゃん、はい、そうですね、はい、すぐ動物病院に行けばいいですけど、怪我した時に獣医さんって横にいないじゃないですか、はあはあ、なので、できることをしてあげようっていう、で命が危ないんだったら動物病院の先生に渡すまでに飼い主が頑張って命をつなげようっていうのが目的になります。今人間でもそうですもんね、救急車が来る前にいかに初動を取ったかっていうのが後々の後遺症の違いになったりしますもんね。なんかありますよね、講習会が、それの、犬猫版って思ってもらったら、それは大事ですね。そうですね、それで、当然脳に酸素がいかなかったりしたら死んじゃうので、それのも防げるので、ぜひ皆さんには知っとってもらいたいなっていう項目にはなります。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。
ペットセーバー今からやっていくんですけれども、大きく2つの方法があります。ペットの救命法とペットの救急法ですね。救命法っていうのは今すぐやらないと命に関わることだよ、危ないよっていうことです。で、救急法っていうのはこれをやることによって、まあ、熱中症なんかは命にも関わりますけれども、これをやることによってペットが、まあ、ワンちゃんとか猫ちゃんが痛みとか苦しみから早く脱出することができるよっていう項目になります。出かけ取って帰ってきたら迎えに来たりしません？どんなです？迎えに来ます？猫ちゃん、うちの昔飼った猫は顔もあげんけどお子は動かしてました。なんかしらんね、なんか反応があると思うんですよ。帰ってきたら今日午前中に取ったワンちゃんなんかパピーだったんで、もうあって待ってましたけど、そうやってね、反応あると思います。で、まあ、帰ってきた時寝てる、寝とんやと、じゃあ今のうち片付けしようじゃなくって、寝とるのを見つけたらまずちょっと、どうしたんこの子、いつも迎えに来るのちょっとおかしいぞっていう、ちょっと頭のスイッチを入れてもらいたいと思います。で、まあ、近寄っては行くんですけど、実際に深夜の子やったら帰ってきてもね、おきんばいやるんですよ。うちの子なんかそうなんですけど、そしたらこうやって手を叩いてみる、こういうパーパーとか、あと振動ね、この振動与えてみる。それでも起きんかったら、それで起きたら OK なんですけど、やってみて、まあ、その時も見るのはおっことか耳とか動かんかなっていうのを見ます。で、近寄っていくんですけれども、近寄っていきながらもうちょっとおかしいなと思ったら携帯を用意しとく。携帯を用意しておいて、まあ、今から電話どこにするかっていうと、獣医さんとタクシーに電話するんですけど、先にタクシーに電話する。で、なんで先タクシーかっていうと、タクシーね、すぐ来ないんですよ。15分ぐらいかかりますとか、消防救急車じゃないので。なのでとりあえずタクシーに電話する。で、自分で運転できるけんいいやって思われる方は多いと思うんですけど、自分ではね、できるだけしない方がいい。なんでかっていうと、アメリカでね、すごく事故が多かった。自分の子を連れて行きながら、ましてや心肺蘇生してる子、しないといけない子なんて、タクシーに乗ってもしてほしいんですね。運転中誰もほったらかしになるじゃないですか。まさか運転しながらこんなことはできないので。で、もし事故、さっきの身の安全と一緒なんですけど、もし連れて行っている時に自分が事故をした、そしたらこの子連れて行くけんちょっと待っては無理ですよね。自尊だろうが対人だろうが。なのでそこでまた時間を食っちゃう。なので連れて行かないといけない時はできるだけタクシーもしくは誰かに運転してもらう。前の講習会の方ではご近所同士で来られてて、じゃあお互いうちの時には来てとか、そういうお話もされてました。そういうのもありやと思います。とにかく自分一人で行動しない、誰か助けを呼ぶっていうことが大事ということになります。で、まあ、まずタクシー電話したとしましょう。で、タクシー一台お願いします。で、次に動物病院に電話します。で、動物病院に電話するときに、まあ、そもそも動物病院をがの電話番号が上に来るとかね、私の携帯はよく使う番号とか、なんかこう登録、何件か登録できるんですけど、そこに動物病院入れてます。で、動物病院、例えばなんちゃらなんちゃら動物病院ってあるじゃないですか。その後ろにカルテ番号を入れとく。カルテ番号、カード番号なんていうんですかね、ありますよね、会員番号みたいなの、あれを入れとく。そしたらいちいち動物病院のカードを探さなくていいじゃないですか。なので電話するときにそれを先に入れといて、カード番号もそこに入れとく。で、電話した時に今朝はね元気やってうんちも出とんですよとか、そんな余計なことはもう言わなくていいので、私やったらヤギですけど、さくらがちょっと心臓が動いてないみたいなんで全然動かないんで今から連れて行きます、それだけで。もし向こうから朝はどんなですかって聞かれたら答えればいい。聞かれたら答えれば、で、答える時にはスピーカーモードっていうんですかね、猫ワンを応援しています。猫ワン、ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市
北条辻、松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。まず近寄るときには背中側から近寄ってもらいたい。で、なんでかっていうと、今から心臓を押すんですけど、あの足元かこっちの前からだとちょっと押しにくいんですよね。なので背中側から、例えばなんていうんですか、こう寝とってここが壁ですって言うんやったらもう仕方ないなと思います。その時にはちょっとそーっとこうやってできるかなと思うんですけど、こうだけ上げるのはやめた方がいい。この子あの気持ちがなんていうの、意識がないわけだから頸椎を痛める、グラングランするので、なので持ち上げることはしない、もうそーっとこうやってやるのはありかなと思います。で、まあ背中側から寄っていきます。で、座る位置っていうのは、まず心臓がですね、見えますかね、心臓、犬の心臓っていうのは前足を曲げたところ、ここにあるんですよ、ここら辺に。なのでこの前足の付け根のところが自分の体の真ん中に来るように座る。で、できるだけこう、こんな遠くやったら押せませんからね、できるだけ近づいて座る。こう真ん中ね、ここね。で、手を L 字型にして心臓がある今度付け根のところに当てる。で、この手のひら全体で心臓が動いてないかどうかを感じる。で、こちらの手は、顎をちょっとだけね、ちょっとだけ上げて、まあ、気道確保ですよね。で、見る。で、物をよくね、飲み込んだりするような子、癖のある子をやったら、ちょっとその前にこうやって口の中開けてみて、なんか飲み込んでないかなって確認してもいいと思います。ただ、その、なんかないって、こうやってそうするのはあんまり良くない。パッと見て、判断して、でもすぐ心臓が動いてないかどうか確認する。これでね、で、ここでテキストにね、ここで測るやり方をちょっと書いてたかと思うんですけれども、ここはね、分かりにくい、実際のところで、慣れてないとなかなか見つけれない。ここえ、どこどこどこみたいになって、で、もともと心臓が動いてないかもしれん、このここを触ったところで、どこどこどこみたいになっちゃうので、まあここが私は分かりやすい、うちの子では分かりやすかったかなと。で、ここでちょっと分かりにくいんですっていう猫ちゃんいたんですけど、そしたらちょっとこういろんな方向からここら辺の周りをね、ちょっと触ってみてもらってもいいかなと。で、あ、ここにあるんやって、自分の子がこうやった方が分かりやすいっていうのが分かっとったらいいかなと思います。で、まあ基本的にはこうやってやります。で、軌道確保して、まあ、5秒6秒数える間ぐらいに動いてないかなっていう見るんですけど、その時も目線はこのお耳とかおっぽ動いてないかなって、こうただよそ見しながらじゃなくてね、こうやって確認しながら1,2,3,4,5 ぐらいで数えます。で、まあ心臓も動いてないよっていうことになったら、いよいよ心臓マッサージするんですけど、その時には今ここ手を置いておると思いますけど、その上に重ねるように置きます。で、置いて押すんですけど、その時のポイントとしてはつま先を立てる。こうやってぺちゃんってしちゃったら、真上から押してほしいんですよ、心臓って圧をかけてほしいんですけど、こうやったら斜めやないですか。斜めからやと心臓マッサージしてもうまく血液がこう流れない。なので真上から押してほしいので、真上に行くためにはポイントとしてはつま先を立てる。で、真上から押していくんですけど、ここが二等辺三角形になってます。これ人間も多分一緒やと思うんですけど、この二等辺三角形が潰れないように押します。で、例えばこうやってやる二等辺三角形はないじゃないですか。皆さんね、二等辺三角形で押してるつもりなんやけど、見てたらだんだんこうなっていくんですよね。なので肘を伸ばす。で、二等辺三角形を潰さないように押す。じゃあどんぐらい押すの、ぺちゃんこになるまで押すのっていう話なんですけど、それはこの体の幅の2分の1、3分の1ぐらいの深さまで押す。で、さっき言いましたけど、花ぺちゃちゃんはまた後からやるので、これ一般的な子ね、こうやって押します。で、押すんですけど、で、じゃあどのリズムで押すのっていうと、1分間に100のリズム、後でメトロノーム鳴らしますけど、スマホで1分間に100のリズムって押したら出てきます。こうリズムがね出てくるので、それで押します。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば、不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。
伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。で、2分の1、3分の1ぐらいね、こうやって押します。で数えるんですけど30回押します。で、まあ、数えてもらわないといけないんですけど25、26、27、28、29、30ってやったら次、呼吸を入れていきます。その時には、人間やったらマウスとマウスなんですけど、この子たちはマウスとノーズみたいな形になります。で、すいません、ちょっと高くしてもらっていいですか。で、猫ちゃんはベロがザラザラしてるんで別にいいんですけど、犬はちょっとヌメヌメしてるのでちょっとタオルで挟みます。で、ベロが奥に、喉の奥に落ちてしまわないために横に避けます。わかりますかね。こう今持ち上げますけど、こんな感じで横に向けてお口を閉じます。で、お口を閉じるときにふにょんってやったら、これはね、息ができない、あの鼻のここの筋が大事なんですね、犬猫は。ここが詰まると窒息してしまうので、上唇と下唇を合わせるって感じです。要は鼻から入れた空気が漏れんかったらいいわけやから、ギュッてする必要はないです。こう合わせるって感じ、バレーボールのレシーブみたいな、こんな感じですね。で、合わせます。で、空気入れるんですけど、空気入れる時にはこの子の首をふにょんって上げると頸椎痛めます。なので自分が下がります。自分が下がって1回2回って入れるんですけど、1秒ぐらいでね、スースーって入れます。で、どんぐらい入れるんだというと、その例えばチワワとゴールデンじゃ入れる量が違うってなんか想像しただけでも分かるじゃないですか。で、どんぐらい入れるんぞっていうと、このお胸がちょっと膨らむぐらい。なのでこうやってやりながら、ここを見よらんって感じですよ。やってここ下見よってんじゃなくって、ここを見てふうふうってやらないとダメですね。で、もし空気の通りが悪かったら、この角度を少し変えてやる。軌道が通ってないから詰まるわけだから。で、これがそうですね、ちょっと上を向けてやって1回2回ってやって、またこれを始める。これを繰り返すってことになります。で、もし2人がかりでやるんであれば、1人は心臓マッサージだけ、1人は吹き込むだけ。1人が心臓をマッサージして吹き込んで、はいどうぞっていう交代の仕方じゃない。1人がして息吹き込む、1人がして息吹き込むっていう感じです。で、テキストの後ろの方にも載ってるんですけど、犬っていろんな骨の形がありまして、例えばミニピンとかだったらこんな形だと思うんですよ。猫ちゃんもこんな形だと思うんですよ。でも鼻ペチャの子、ブルドッグとかフレンチとかシーズとかって、胸の骨の形がこんな形なんですよね。前から見たら分かると思うんですけど、なので この形の上から押しても心臓に到達しないんですね。なので鼻ペチャの子は上から、人間と一緒、仰向けにしてこの間に手を置いてこうやって押すってことになります。で、息を吹き込む時も同じなんですけど、鼻ペチャの子って期間が短いので上を向きすぎると詰まるんですよ。なのであんまり上向かない。で、スースーってやります。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫ちゃんでも、まあ両手でやるのが基本ではありますけど、片手で行くのもできるかなと、猫の大きさにもよりますけど、できるかなと思います。で、こんなちっちゃい赤ちゃんとかだったら、私こっちが利き手なんですけど、利き手じゃない方の指、ここが枕になります。ここに乗せてあげて、こう指を重ねて、こんな感じですかね。こういうやり方もあります。で、こんなちっちゃい子とか猫ちゃんって鼻と口が近いじゃないですか。なので、この子たちに呼吸を入れる時には、鼻も口も一緒にかぶって、その鼻だけじゃなくて、大きい子は鼻だけでもいいんですけど、これ鼻だけなんか無理やんっていう時には、鼻も口も一緒にハフって加えて、フーって入れてやる。猫ちゃんでもそうですね。
こうやるよって、まあ、ふーってやってもいいし、まあまあ、もう大きさによりますけど、こうやり方もあるんかな、うん、ただこう入れれることはできるかなと思います。で、まあ、それを心臓マッサージを繰り返す。で、まあ、タクシーが来たらタクシーに乗ります。その時には、抱きかかえるんですけど、焦ってこんなことしたらまた頸椎痛めます。なので手を下から入れてこう抱いてやる。この大きさぐらいの子やったらね、あの枕代わりにして、でタクシーに乗ります。乗ったとしましょう。で、まあ、乗ったとしたらこう、まあ、心臓マッサージはしてほしいんですけど、この子があのもしゲッて戻した時のためにあんまりこう上に向かない、ちょっと下向けとく。なので下向けて入ってもいいようにしとくんやったら、ここに新聞紙とかはいるかなと思います。でこれで心臓マッサージしながら病院に行く。で病院に行ったら、まあ、多分おそらく心臓止まっとる子が狂いたら迎えに来てくれたりね、なんかすると思うので、病院の先生にこのまま渡す。で渡した後に、まあ、意識がない言うてもなんかどっかで患者さんの声って聞こえるかもしれんやないですか。なので最後に頑張ってねって一言、待っとるけんねって一言声をかけてやる。でこれが一つの流れになります。どんなですか。こっちの方行って2回ですね。ポイントはつま先を立てる。それと指先で押さない。指先でペテンペテン、結構ね皆さんここでやりよるつもりで指先の方も多いんですよ。なので指先じゃなくってこっちに意識する。で押したら返す、押したら返す。押したままいくらこうやってもあの血は巡らないんですよ。なので押して返すことが大事。押してなんていうんですかね、返すって分かります解除するって言うんですけど、押して解除、これが大事になります。空気入れとかでも押したままやったらなかなか空気入らんじゃないですか。それと一緒ですね。押して1回戻してっていうことになります。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか。建築家になってなれるかも。夢を広げるテローグループ。空気入れとってはい、やっとタクシー来ました。はい、タクシーに乗ります。頸椎を痛めんように、そうです、まあどこにでも、まあそこら辺大丈夫ですそうね、しんどいね、そうね、あと どっかそこら辺椅子でも座ってもらって、はい、タクシー乗りました。
そしたら顔をちょっと下に向けてもらって、もうゲロした時にね、喉に詰まったらいかんからちょっと下向きにしといて、でそのまま押します。はい、押しながらいきます。うん、押しながら、そうね、そう車乗って、ま、乗ってもやる。で、まあ、あの人工呼吸ができるんであればやった方がいいけれども、なかなかちょっとそれはね難しいかと思うんで、2人ずれやったらできるかなと思いますけど。で、まあ、病院に着きました。先生迎えに出てきてくれました。はい、じゃあ先生に渡してお願いしますって言った、最後の一言かけてあげてください。そう頑張って頑張ってね。そうです、頑張ってね。それで、それが一つの流れっていうことになります。どんなですか、結構しんどくなかったですか。例えば今日帰ってすぐにしてほしいのが、自分のこの、まあ、犬でも猫でもですけど、脈拍数1分間に何回で、呼吸数、これはちょっと見とってほしいなと思います。で、方法としては、まあ、さっきここで感じるって言いましたよね。ここに当ててもらって、1分間数える必要はないんですよ。15秒とか20秒数えて、それを倍にしてもらえば、3倍とか4倍にしてもらえばいいので、まあ、これで、あ、うちの子はこんなんなんやな、うちの子もともと脈飛びがちやなとか、そういうのをちょっと知っとってもらったらいいかなと思います。で、呼吸数も寝てる時ですよ。起きとる時はやっぱり違うので、寝てる時ね、寝てあのペローンって寝よるじゃないですか。その時に見送る。で、呼吸数もここが上がり下がりするでしょ、それを見とく、それを数える。で、この子がどのぐらい息しょんやろ、どのぐらいの量吸いよんやろっていうの、それがした知りたかったら、自分が添い寝する、自分が一緒にこうやって寝て、この子の呼吸と同じように自分が呼吸してみる、そのこの子の呼吸に合わせて。そしたら大体なんか、あ、この子ってこんな感じなんやなっていうのが自分の体でわかるかなって思います。すいません、今日いかがでしたか、勉強されてみて。すごい思ったよりも、なんか、なんでしょう、考えることがいっぱいあったんですけど、包帯の巻き方とか、まあ、普段なんですかね、普通に庭で遊んでたりしても、たまになんか肉牛傷がついてたりとかあるので、ああいう時にもなんか役に立つなと思ったし、本当今から考えて、なんか防災のこととか、そういう勉強しないといけないなっていうか、ただ動物飼ってるだけじゃなくて、もしも何かがあった時になんか動物のためになれたらいいなっていう感じがします。なんか心肺蘇生とか法廷前体とかできたんで、あのかなり勉強になりました。また来てみたいです。飼ってるのは、飼ってるのは、ね、猫ちゃん、猫ちゃん、今日猫ちゃんのため、はい、猫ちゃんのため、そうですね。まあ、なんか交通事故でなんか引かれてるのがいたりするんで、ちょっとそのレスキューはしてやると思ってやってきました。ぜひレスキューお願いします。わかりました、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院、松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。